1>, 1月12日に開幕したアジアカップには、欧州メディアも大きな関心を示している。スポーツメディア、ユーロスポートのルーマニア版は12日、アジアカップの主役候補ベストイレブンという記事を配信。主役候補11人と、それに準ずるサブも含めて計20人を次のように選出した。動画、j a f 公式が配信。 アジア大会に臨む日本代表のトレーニングや食事のシーンをチェック。GK、マシュー・ライアン、オーストラリア代表、AZ、サブ、アリレザ・ベイランバンド、イラン代表、ペルセポリス、右 SB、冨安・タケヒロ、日本代表、アーセナル、サブ、菅原幸成、日本代表、AZ、CB、板倉孝、日本代表、ボルシア・ MG、CB、キム・ミンジェ、韓国代表、 バイエルン、サブ、ハリー・サウター、オーストラリア代表。レスター、左 SB、キム・ジンス、韓国代表。全北限大、サブ、ミラド・モハマディ、イラン代表。アエック・アテネ、守備的 MF。遠藤港、日本代表。リバプール、サブ、エーデン・オニール、オーストラリア代表。スタンダール・リエージュ、右サイド MF。久保・武房、日本代表。レアル・ソシエダ、サブ、アン・リツ。 日本代表、フライブルク、トップ下、イガンイン、韓国代表、パリー SG、サブ、イジェソン、韓国代表、マインツ、左サイド MF、ミトマカオル、日本代表、ブライトン、サブ、南野匠、日本代表、モナコ、FW、ソン・フンミン、韓国代表、トッテナム、FW、メフディ・タレミ、イラン代表、ホルト、サブ、ファンヒチャン、韓国代表、ウォルバー・ハンプトン、 名の知れたメンバーが並ぶ中、一言、注文をつけたのが韓国紙朝鮮日報、だ。13日に、ユーロスポート、ルーマニア版のこの記事を引用し、スタメンにファンヒちゃんがいない。と嘆いた。ファンヒちゃんはサブには入ったが、スタメンに選ばれなかったのが残念だ。FW に孫ミンが入るのは当然で、遺願委員の選出もやはり当然だ。キム・ジンスは、 22年のワールドカップでは最高の SB の一人だった、と称され、キム・ミンジェは、疑う余地のないアジア最高 CB だ、と評価された、と、同志はファンヒちゃんのサブ扱いを悔やんだが、他の人選と評価内容には納得のようだった。さらに日本代表にも言及。日本は韓国と並んで今大会最高のチームであることは間違いない。 日本はヨーロッパでプレーしている選手が韓国よりも多いが、コアの強さは韓国の方が優れている、と付け加えた。